は、昭和期の日本の陸軍軍人。階級は、陸軍中位。以下位は、15位。内閣総理大臣、この絵文丸の長男で、御用税天皇の団系13世子孫にあたる。京都府出身。この絵文丸、千代子夫妻の長男。家計は藤原北家の着流にして、設計筆等この家。学歴は、プリンストン大学政治学部修行。 学習院中等科卒業後、外交官を目指し、周囲の反対を押し切り、アメリカに留学し、ローレンスビルスクールを卒業、プリンストン大学に学んだ。ゴルフ部長として、全米一位となる。対米中は、アマチュアゴルファーとして活躍する。1938年に帰国し、父の秘書官となる。翌1939年、東亜道文書院講師、 県学生主事に就任して、上海へ赴く。上海では、蒋介石との直接交渉の必要性を感じ、政府用人の娘と交際してその手引きで、重慶に向かおうとして、憲兵隊に捕まり、閣議でも問題視されたため帰国。帰国後も、青年同士会という組織を作って、直接交渉を主張した。そのため軍部から問題視され、1940年2月に、 招集され、満州和城砲兵連隊に入隊。幹部候補生交差に合格して、陸軍中尉まで昇進した。太平洋戦争の最中か、丁皇后の名、大谷雅子と1944年に、ハルビンで結婚。1945年8月15日、満州で終戦を迎え、グルーのスメルシ部隊によって、襲撃を受け、 8月19日に捕虜となる。その後、シベリア抑留で15カ所もの収容所を点々と移動させられた。抑留中は士官であることを盾に労役を断固拒否し、ソ連に対し帰骨のあるところを見せた。1955年の日ソ国交正常化交渉に、最始、首相、鳩山一郎の帰国要求や国内からの 数十万人もの署名入りの探案書があったが、帰国が叶うことはなく、1956年10月29日に、イバノボ州レジニエボチックチェルンチ村のイバノボ収容所で死去。死因は、動脈硬化による脳出血と急性腎炎とされるが、ソ連による暗殺説もある。その後、遺骨は、政子夫人の尽力で1958年に帰国した。 生前に、父、フミマロの死去については知らされていたと思われるが、自らが、この家の当首と認識していたかどうかについては、当時のシュベリア抑留の過酷さから見て、現在でも議論がある。1991年10月18日付、政治弾圧犠牲者の名誉回復に関するソ連法、第2条、3条で、無罪、名誉回復。1992年2月27日、 ロシア連邦軍最高検察は、この絵文高の名誉回復を、採択、1997年10月16日、ロシア軍最高検察から、名誉回復証明書を出した。死亡自着室死が存在せず、妻、ま子は、文丸外村の細川守明を養子として、家徳を継がせた。この絵家は、藤原忠道の子である江、この絵元座のよとし、 ご設計の一つであった。ありがとうございます。